皆さんこんにちは。今日は出来上がりましたジグソーテーブルとルーターテーブル、ルーターテーブルを使って工房のアイテムを作ります。まず先にジグソーの刃ですが、これは在来の刃です。テーブルに使う刃はロングです。ただアサリが少し強いようなので、先にそのアサリの調整をします。ジグソーの刃を外しました。この変色部分が刃の働き部分です。やはりアサリが強いようです。アサリを取ったものをつけてみました。少しバリが少なくなったようですね。では、工房アイテムを作ってみましょう。では、工房アイテムを作ります。これは大工が使う差し金です。次は曲面を平滑にします。はい、次はルーターテーブルで R 面を取ります。はい、おしぼを作りました。